34丁目、ヘラルドスクエア駅は、ニューヨーク市地下鉄 BMT ブロードウェイ線と、IND6 番街線の乗り換え駅である。マンハッタン区、ミッドタウンヘラルドスクエアの西34丁目と、ブロードウェイ、6番街の交差点に位置し、d 系統、k 系等、n 系統、q 系統が終日、b 系統、m 系統、w 系統が平日のみ、 r 系統が深夜を除く終日停車する。当駅はホーム全体を覆う形で改札外が設けられており、6つの階段と2機のエレベーターがブロードウェイ線ホームに、2つの階段と3機のエスカレーターが6番街線ホームに通じている。また、地上から改札外へのエレベーターは西34丁目とブロードウェイ6番街の交差点南西にある。 改札外北端には西35丁目への改札口があり、回転式改札機と切符売り場、6番街と西35丁目の交差点への階段、ブロードウェイと西35丁目の交差点付近への通路及び階段がある。駅の中央の西34丁目とブロードウェイ、6番街の交差点には、改札外東西にそれぞれ改札口があり、西側の改札口には、 駅員が常駐しておりブロードウェイの西側へと出ることができる。反対の東側の改札口は一部時間帯のみ、友人の改札口で6番街の東側へと出ることができる。また、東側の改札口からは先日の35丁目の出入口への連絡通路があり、そこには会場専用の回転式改札口が設置されている。 6番街線ホームの南短足改札街は、パストレインの33丁目駅の改札街の真下に、あり、改札街で33丁目駅への乗り換えが、可能である。また、マンハッタンモールの地下街への通路や、ドーモール正面へのエスカレーター、6番街と、西32丁目の交差点への階段がある。ブロードウェイ線ホームの南探索改札街は、無人改札口で、ブロードウェイと、 西32丁目の交差点への階段がある。6番外線北隣駅である42丁目、ブライアントパーク駅と駅の西にあるブロードウェイマイナス7番外線の34丁目、ペンステーション駅への地下連絡通路があったが、現在は閉鎖されている。この他、ペンシルベニア駅からの地下通路もあったが、この通路では1970年代から1980年代に、 かけて犯罪が多発したため1990年代に閉鎖。このため、ペンシルベニア駅からは当駅のすぐ隣にあるパストレイン33丁目駅への地下通路はあるものの、当駅へ行くには地上を歩く必要がある。なお、この通路はニューヨーク市の不動産会社、ボーネドリアリティトラストが老朽化した既存の建物の代わりにオフィスビルを建設。それと同時に、 利便性を図るために地下通路を再開するという計画を2010年に出しているが実現はしていない。先日のブライアントパーク駅への通路は改札外にあり一見無意味にも見えるがこれはラッシュ時など二等駅ブライアントパーク駅に殺到する乗客をなるべく分散させて混雑緩和を狙い例えば北高列車に乗って ブライアントパーク駅に行きたい乗客が混雑を避けるために当駅で降りて、ブライアントパーク駅まで連絡通路を歩く、またその反対の効果を期待して設置された。しかし、1980年代に入ると、この連絡通路はホームレスや違法薬物使用者の溜まり場となり、連絡通路を利用する乗客も激減、ついには、 合姦事件まで発生し1991年3月23日に閉鎖された。駅は2度改装されており1度目は1970年代後半に2度目は1990年代に行われた。1度目の改装では駅構造へ変更した他古くなった案内看板や照明、壁面タイルなどの取り替えが行われた。2度目の改装では ADA に準拠するように エレベーターや展示ブロックが設置されたほか、階段や壁面、床面、照明、案内看板の全面改装が行われた。リーチニューヨーク、アンアーバンムシカルインストルメントを使用している少女、BMT ブロードウェイ線の34丁目、ヘラルドスクエア駅は観光線2線と急行線2線、島式ホーム2面を有した2面4線の地下駅である。駅は、 パストレイン33丁目駅の開業の8年後に開業し、6番外線34丁目駅より22年前に開業している。各ホームにそれぞれ3つの階段と1機のエレベーターがあり、北側に主要な改札口が、南側には西32丁目への階段がある。また、駅北側のシーサスクロッシングは平日に N 系統が使用している。 北高の N 系統は当駅にて急行線から観光線に転線するため他の列車が観光線に到着するまでしばしば足止めをさせられることもある。また、ダイヤによっては駅に到着した順に発車することができなくなるため先発する列車に乗ろうとする北高列車の利用者に混乱を招くこともある。このように同じ方面に向かう。 同じ線路を走行する列車が別々のホームに到着し、到着した順に発車するとは限らない駅が他にもあり、フランクリンアベニュー駅、キャナルストリート駅、59丁目、コロンバスサークル駅、クイーンズプラザ駅、エセックスストリート駅などが該当し、ニューヨークタイムズはこれらの駅をザ・サブウェイ・シャッフルと呼んでいる。1996年、アーティストのクリストファー・ジャニーが、 ホーム上にリーチニューヨークアーバンムシカルインストルメントという作品を作成した。これはホーム上から吊るされているセンサーがついた緑色のラックで構成されており、このセンサーの前で手を振るとラックがそれに対応した音を出す。ホッコホームのエレベーター IND6 番外線の34丁目、ヘラルドスクエア駅は観光線2000と急行線2000。 島式ホーム2面を有した2面4線の地下駅である。改札外へのエレベーターはホーム北端にあり、マンハッタンモールへの連絡通路はホーム南端にある。ホームには多数の階段とエスカレーターがあり、主要な改札外へと続いている。また、当駅のホームは北高ホームと南行ホームで長さが違っており、北高ホームの方が長くなっている。これは、 南広報部のすぐ北側に分岐器が設置されているためである。また、南北急行線間の渡り線もあるため緊急時に、当駅で列車の折り返しを行うことも可能である。当駅は建設時に大きな問題を抱えており、それは当駅が開業する数十年前にパストレイン33丁目駅、及び BMT ブロードウェイ線34丁目駅が開業していたことで、 両線の駅のホームや線路、電気配線や配管を避けるように深く掘り進める必要があった。なお、クリスティーストリート連絡線が開通する以前は、急行線は当駅より南におよそ140フィートほど、進んだところで車止めにより終わっていたが、トンネル自体は、車止めより260フィート先まで作られていた。2004年8月28日、 シャハワール・マッタン・スイラージとジェームズ・エルシャ・フェイは2004年、共和党全国大会の日にヘラルド・スクエア駅に爆弾を仕掛けて爆破する計画をしたとして逮捕された。エルシャ・フェイは、単願書を提出し、減刑されたが、スイラージは、その他4件の計画があり、有罪判決を受けた。この計画の中で最も深刻だったものは2006年に、公共交通システムを爆破するというものであった。なお、 スイラー字は2007年に30年の懲役を言い渡されている。ありがとうございます。